藤里乃です。菊池しおりです。勝ったら5万円、負けたら0円。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。よろしくお願いします。眩しいね。さあ今里乃ちゃんがツーナップ、残り3ホールです。はい、おー、いいね。ありがとうございます。ナイスショー。ナイスショー。ちょっと左目大丈夫？うん、はい、よしよし、ゴー。ゴー。あと3ホール。うん、眩しすぎた。160。はい。あるな。6番アイアンで。6番アイアン。はい。いい。めっちゃいい。うん、ナイスオン。すごいな。ちょっと右側に花道方向に来ましたよね。うん、はい、乗ってる。ナイスオン。143ヤードで上げてるんで7番ヤード。はい、これはいいよ。しおりの内側ついたの？そうね。ちょっとやっぱ上げてたね。上げてましたね。うん。でもちょっと短く持ちましたね。そうなんだ。うん。普通に打ったら多分大きいんで。うん。なんか結構調節するよね。はい。ピンが手前だから大きめのクラブ短く持って、うん、あ、わざと風にぶつけて打ちます。へえ。その状況によって番手変えますね。うん、そうなんだね。今同じ距離でもまた違う状況だったら 9番持ったりとかもしますし、へえ。今はちょっと7持ってて、うん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 、結構自在にありますね。してねえだろ。全然してないよね今の。めっちゃ今参考になりますねって言って。絶対しない。棒読みだよね。絶対しないと思う。いやいや、参考になります。なりますよ本当に。だよ。リノちゃんとライン違いますか？違うね。違う、なんだ。そう簡単に読ませませんよって。でかかったでしょ。グリーン奥の AC1 までカートを進んでください。いい当たりでした。手前から行きたかった私は。すごい。いや、手前から行く予定だった。予定だったんだ。当たりやすぎ、ちょっと良すぎです。良すぎた。はい、うん。おお、惜しい。ライン分かってたんだけどな。ナイスパ。ありがとうございます。また引き分けだ。引き分けだ。で、はい、135ヤード9番。眩しくて見えません。全く見えない、眩しい。日没に間に合うのでしょうか。それですね、問題は。めっちゃ詰まってる。良さげ。とっても良さげ。見えないんですけど。手前？見えないんですけど。ちょっと見えなか
見えない、落ち際が眩しくて。 8番でいきます。はい、8番へ。どうですか？おお。ああでも。ああ。ああ。疲れてる。たまたま落ちちゃった。結構ピンの根元に落ちた。めっちゃ良かったのにね。戻ってきちゃったね。段の下にね落ちちゃった。そうですね。あれが段の上に乗っかってたら前行ってたの。そうですね。こうなってるところ。ちょうど牙ですもんね。あれ確かに惜しかったです。あー惜しかったですね。何番？パタ。お、パタローチ。もう冬はこれ。パタローチですって。うまい、持ってけ。うわー切れる。うん、登ったね。すごい傾斜です。戻されちゃいましたね。はい。おお、ついついつい。あ、つい。まあ分かるよ気持ち、うん、思ったら嫌だもんね。大勝利。切れない。うまい。あー惜しい。ダメです。え？なんで？なんでよ。なんとなくなんとなくね。なんとなくあれは入るで。ボギー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 今入ったと思ったのにな。そうだね、切れなかった。なんか難しかったね。あれやっぱ奥に行った方が良かったんですか？奥行っちゃった方が良かったからね。ちょっと手前は戻っちゃうね。すごいこうなって行きました、うん、私でも上手かったんだけど、まあ、パタローチ。いやパタローチ上手かったね。ちゃんあれ上手かった。上手かったね。でも私パタローチ得意なのよ。確かにめっちゃ上手い、うん、ちょっとからのパッとめっちゃ練習してるから。あアプローチが下手だからアプローチ練習するんじゃなくてパタローチ練習する。でも寄れば何でもいいですからね。ぶっちゃけの話は、うん、私はアプローチの方が得意だから、うん、私パターの方が得意だから、うん、あ初めてボギー叩いた。あれあれはイーブンっぽいなった。確かにめっちゃ良かったね、うん、アンダーだったのに、うん、でも18番バーディー取るからちょっとここは今最初ホールですけど2打差なんですよ、ね、2ポイント差ですね。2ポイント差。パーで上がっても2ポイント入るんで、パーでしおりんが勝ったら同点。そう、はいはいはい、私が、うん、そうだよ、そういうことです、うん、でもその代わり私もパーだったら点差入らない。気持ちは中勝ち。そうだからもうバーディー取っていくしかないってこと。そうね、バーディー、バーディー取ればもう確実に勝ち。さあ最終ホール、いやひまりのちゃんがツーナップ。最初ホールはダブルポイントになります。よし頑張ろう。最後行こう。しょーありがとうございます。
がいい感じ。うん、ワクワク。刻むんだったら150、160で池入っちゃいますね、右は、うん、右の池越えはできると思う。うん、どうする、ちょっと行って行って考える、景色を見ながら、はい、どうかな。あっちまで何ヤードなの。エッジで200ぐらいですか、ね、うん、あ、エッジで200、1円200なので余裕で来るんじゃん。あの、行けば160で来るんじゃん。あ、そういうことね。うん、ちょっとこれはかけます。そうね、もうやるしかないんで。そうだね、失うものはないんで私に。確かに、ここバーディー取んないと勝てないから。はい、3番、はい、3番アウトで。うん、バンカー行って、お、間に、あ、バンカーじゃない、けどそこ立てんのかなちょっと立てんのかな捕まえましたね。3ウッド、もう乗せに行くってことですか。もう気合入ってます、はい、乗るんじゃないこれ、いい感じ。おおおおお、イーグルチャンス。ない、しかも上登ったよ。イエーイ、すごい。シオリンにプレッシャーをかけます、ね、そうね、これはめっちゃかかったと思いますよイーグルチャンスだわ。すごいね、ありがとうございます。何ヤード今。220ヤードです、ね、220ヤード、はい、ちょうど3番ウッドの距離。すごっ、飛ぶね。ありがとうございます。冬でも飛ばします。確かに夏の方がね230飛ぶんですけど。ああ、もうちょい飛ぶんだね、うん、今ちょっとフェードでいい感じで、うん、登ってったよ、登ってきましたね、うん、わあ、すごいね。ありがとうございます。大変だ、しおりん大変だ。どうせなら私もイーグル取りたいもんな。いつもしおりんばっかりイーグル取ってそうだろ、この前もそうだ、そう、170ヤードから入っちゃった。え、すごい、チップインっていうのか、なんか、あれ、なんのショットイン、ショットイン、ショットイン、ショットイン。で、1回目は誕生日の時ですよね。そう、誕生日、そんなにイーグル入るんだ。自分の誕生日の日に入ったの、うん、3打目スポット見えた、うん、へぇ、560ヤードぐらいですよね。うん、560ヤードのパー5で、うん、あのアプローチが、うん、あ、いい感じいい感じ、え、ファンじゃないって言ったら、スズメって言ったりしない、私見て見てたんですよね。入った瞬間見えて、え、ナイスイーグルとか言ったら、ちょこんって顔して、ここ入ったんですかとか言って、で、後からやったーって言うのが、すごい初めてのイーグルで、初めてのイーグルで、はい、ね、最高の誕生日でしたよね。ひろちゃんすごいね、通音だよ、怪力足がバンカーにかからないことを。そうだね、大丈夫、大丈夫、大丈夫、よかったね、大丈夫、大丈夫、ギリ、大危ない、ギリ、ギリ、ちょっと立てる、ちょっと肩がかかる。58でいきます、はい、ナイス、映ってるかしら、ちょっと頑張って近寄ってんだけど、ここです。これはりのちゃんにプレッシャーをかけられましたかね、うん、かかったんじゃない、かかりましたよね、だってあれバーディーパットだから、はい、入れちゃいますよ入れると思うよ、あれは入れちゃいます。さあ
ヤマちゃん、イーグルパット。あ、来た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 。おお。そうね、意外とフックしなかった。なんか読みすぎたから。これは本当に、そうね、入れたらめちゃめちゃプレッシャーかかる。ですよね。真剣です。マジですごいね。大事だ。そうだよ、入れたら勝ち、外したら負けです。いい勝負じゃない。いい勝負、いい勝負ですよ。すごいね。いや、勝負強いな。確かにプレッシャーかかったよこれ。ナイスバーディー。これはもうナイスです。そうだね、入るよね。ありがとうございました。ありがとうございます。ナイスプレーです。アンダーパーで回りました。ナイスパー、ナイスアンダーパー。イエーイ、ナイスです。いやー、私のあの2オンがでかかったな。そうですね、うん、いや、でも一番すごいよ。ナイスバーディーだったよ。ナイスバーディーだよ。私プレッシャーかかった。普段なんてことない、もう楽勝バーディーなのにちょっとドキッとした。いい緊張で、ありがとうございました。いや、こちらこそ。2人ともナイスプレーでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、悔しい。でもあ、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。イケメン。あ、ありがとうございます。僕が寒かったの。ありがとうございます。優しい。ありがとうございます。純粋。あったかい。ありがたい。イケメン空間が映ったのね。いい管理の人ですね。そうですね。プレオクシさん最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。あったかい。あったかいです。めっちゃ嬉しいね。本当に、うん。こういうの嬉しい。うん。リンゴルフアレンジマッチプレー対決。遠藤里乃選手対菊池詩織選手。結果を発表したいと思います。はい。パチ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 。イエイ。はい。遠藤選手4ポイント、菊池選手2ポイント、はい、勝者遠藤選手です。イエーイ。はい、勝利した遠藤選手には株式会社アデレック様より賞金5万円が与えられます。よいしょ。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとスタッフ不足なので取ってもらっていいですか。すいません。おー、おめでとうございます。イエーイ。キラ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 、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、負けた菊池選手はちょっと一人じゃそれをもっと大変なので支えてあげてください。はい。それではインタビューに移りたいと思います。はい。まずは本日戦っていただいた菊池選手、はい、試合を終えてどうでしたか。はい、最後までわからない戦いだったんですけど、ね、まあ、私がちょっと自分でミスをしてしまったので、うん、もう自分のミスがなければもっと熱い戦いができたんじゃないかなって思います。はい、はい、ありがとうございます。次に本日見事勝利を収めた遠藤選手、おめでとうございます。ありがとうございます。コメントお願いします。はい、今日はいつも仲いいしおりんとプレーできてすごく楽しかったので、うん、そのゴルフが楽しいっていう気持ちが思い出せて初心に帰れて、うん、ですごくいいプレーができたと思います。でアンダーパーで回ることができて嬉しいです。勝利にも勝てて嬉しいです。
出ます。悔しいです。最後にもそっとね、はい、勝負にも勝てましたんで嬉しいですね。そうです。両選手ともありがとうございました。ありがとうございました。2人仲良くてね、でも最後まで諦めないでプレーしてて、私も撮ってて楽しかったです。はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきありがとうございます。今年度の開催の賞金スポンサー様も募集しておりますので、興味のある方は、詳しくは概要欄をご確認お願いいたします。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。おめでとう。おめでとうございます。お疲れ様でした。